みなさんこんにちは幸せな信仰生活へようこそいらっしゃいました私は東京都足立区の鹿浜キリスト教会の牧師神田敦史と申しますよろしくお願いいたします皆なさんは世界でたった一つの大切な神様の宝物ですぜひそのことを覚えておいてください 今日は悔い改めとといいいいいうテーマでお話をさせてたただきたいと思います悔改めそうですね悔い改めるという日本語これは一般的にも使われている言葉ですねそれは過去の過ちを反省して心がけを変えるという意味でありますではキリスト教の世界でこの悔い改めという言葉を使う時というのは どういうういことを意味するんでしょうか、まあ、もちろん過去の過ちを反省して心がけを変えるという、まあ、このそのことには変わりはないんですけれどもキリスト教の世界でのこの悔い改めにはですねとても重要な意味がありますまずはですねこの聖書の御言葉を読みましょう「使徒の働き」11章18節の御言葉です 人々はこれを聞いて沈黙したそしてそれでは神は命に至る悔い改めを違法人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。アメンはい、これは使徒ペテロがですね違法人の家に招かれた時のことをユダヤ人の信者たちに報告した時のそのユダヤ人信者たちの反応です。 ペテロはヨッパという町にいたときに、このカイザリアという町から来た異邦人に招かれてですね、福音を伝えに行ったことがありました。するとペテロからイエス様の福音を聞いた異邦人たちに聖霊が下ったんです。そのことを聞いたユダヤ人たちがこのように言ったんですね。まずこの御言葉からですね。 悔い改めについて考えてみましょうこの言葉を見ると「悔い改め」について2つのことが分かりますねまず1つ「はい、命に至る」と書いてあります「命に至る」ということはどういうことでしょうかはいこれは救われるということですですですから「悔い改め」というのは私たちの救いに関することだということが分かりますそして2つ目 はい、神はお与えになったこうありますので悔い改めというのは主なる神様が与えてくださるもの主なる神様の恵みだということが分かりますねでは悔い改めと救いこの関係について考えてみましょう皆さん救いとは何でしょうか、はい、それはアダムとエバが サタンにそそのかされて罪を犯したために失われてしまった神様との愛の関係を回復することでありますそれによって肉体が滅びた後永遠に地獄で苦しまなければならないという人生が永遠に御国で喜んで生きる人生に変えられるということでありますねどうしたら救われるんでしょうか はい、それはイエス様が私たちの罪のために死なれたこと葬られたことそして3日目によみがえられたことを本気で受け止めてですねイエス様が私の救い主だイエス様が神の御子であって私の救い主だそれを信じる信仰を与えられることです。 じゃあその救いと悔い改めの関係これはどんな関係があるんでしょうか皆さん救いの過程でイエス様が私の罪のために死なれたことをですね、真実として本気で受け止めたら私たちはどうなるでしょうかまた葬られて3日目に蘇られたこと これを真実として本気で受け止めたら私たちはどうなるでしょうかでにですねイエス様を信じてクリスチャンとなった人はその時の気持ちを覚えていらっしゃるでしょうかご自身の御子をその命を捧げてくださるほど私を愛してくださっているその神様を信じないで。 神様を無視して生きてきたなんてなんてことをしてきてしまったんだろうそう言って神様を信じていなかったことが大きな過ちだったそのように反省するはずですまた私のために命を懸けてくださったイエス様が復活して今もなお生きて働いておられるならこれからは イエス様に従って生きていきたい。愛には愛で応えていきたい。そう言って生き方を変えたいんだ。そのように決心するはずです。そうです。この神を信じない、神を無視する、この過ち、この罪、そして、 それゆえに犯して,して犯してきてしまったさまざまな罪を猛省してですね御子・巫女イエス様に従って生きるというこの生き方の転換を決心するこれが悔い改めでありますねですから「悔い改め」と「救い」の関係を一言で言うならばですね「悔い改め」は「救い」に向かっていることの証である。 そのように言うことができますね。そしてここでですね、重要なことが一つあります。それはこの悔い改めには聖霊の働きがある。聖霊が働いてくださっているということであります。イエス様の十字架と復活を本気で受け止めたとき、聖霊が働いてくださって。 私たちに罪を教えてくれますそして私たちにその罪を認めさせてくださるんですヨハネの福音書16章8節9節にこうありますその方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます罪についてというのは彼らが私を信じないからです この通りですね。これが悔い改めは主なる神様の恵み主なる神様が与えてくださることということであります悔い改めをするのはもちろん本人ではありますけれどもそれは聖霊なる神様の導きゆえに可能となるということですねまあこう言うとですね私は十字架も復活も信じているだから 悔い改めは必要ありませんそのように言う人がクリスチャンを名乗る人の中にいるかもしれませんですけれどもそれは違いますねなぜかというとと信じているということとは違ううからです信じているといるのは御心を知って御言葉に従おうと決心しながら生きることを言います またですねもちろん、御言葉ばに従って生きてますよ。だから、悔い改めは必要ありません。そういう人がいるかもしれませんけれども、それも違いますね。なぜかというと、本当は従いたくないけど、我慢して従う。そういうことと、喜んで従うということは違うからです。 信じているというのは御言葉に喜んで従おうと決心することだからですねすべての人間は罪人として生まれてきましたですからすべてのクリスチャンは救いの過程で悔い改めを経験しているはずなんですペテロの手紙第23章9節にこうありますまた、 ある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなくあなた方に対して忍耐しておられるのです誰も滅びることがなくすべての人が悔い改めにすむことを望んでおられるのです、はい、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなくあなた方に対して忍耐しておられるのです誰も滅びることがなく すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですはい、この通りでありますね悔い改めは救いに向かっていることの証である私たちはこのことをまず覚えておきたいですねはい。それじゃあ皆さん救いを与えられた人つまり誠のクリスチャンにとって で悔い改めとは何なんでしょうかもう救われたから無縁のものでしょうかそれは違いますねクリスチャンも悔い改めをしますというよりもクリスチャンだからこそ悔い改めますと言った方がいいですねなぜでしょうかはいそうですねクリスチャンも罪を犯すからです 過ちを犯すからです人間は信仰が与えられてですねクリスチャンとなったからといって罪を犯さなくなる人間に変身するわけではありませんですから必ず罪を犯しますそしてはいクリスチャンには精霊が与えられています コリント人への手紙第一、六章十九節にこうあります。あなた方は知らないのですか。あなた方の体は、あなた方のうちにおられる。神から受けた聖霊の宮であり。あなた方はもはや、自分自身のものではありません。はい。ということはどうなるでしょうか。はい。もしクリスチャンが罪を犯したならば。即座に、何らかの形で。うちに住む。 聖霊が罪を知らせできます。そして悔い改めへと導きます。ですから、クリスチャンだからこそ悔い改めると言えるんです。だからこそ。クリスチャンだからこそ。罪を告白して、心からイエス様に赦しを請うそう言えるんですね。 そしてそれが本当の悔い改めであるならば神様は許してくださいますちなみにですね精霊が罪を知らせていてもそれに気付かずにですね罪を放置してしまったらどうなるでしょうかはいもちろんクリスチャンが罪を犯したからといってですね救いそのものが白紙撤回されるということはありませんでも 精霊の導きに気付かずに悔い改めないでいると主は懲らしめを与えられます。これは多くのクリスチャンが経験されていると思いますけれどもクリスチャンが罪を犯して放置しているとですね主なる神様からの恵みこれを受け取れなくなっていきます。日々の生活から 喜びが減っていくんですねそうするといつの間にか救われる前と同じ生活に戻ってしまうことがありますね。場合によってはさまざまな苦難に遭うそういうことが考えられます。私も罪の知らせを気づかないままでいて何度も懲らしめを受けました。 ですからクリスチャンにとって悔い改めというのは健全な信仰生活を送るために精霊が導いてくださることということができます。もっと言うと未信者の方にとって悔い改めが救いに向かっていることの証であるとするならばクリスチャンにとって悔い改めは救われていることの証であるそのようにも言えますね。私たちは このことも覚えておきたいですねはい今日はこの時間悔い改めについて分かち合いましたまだ信仰には至っていないけれども信仰を求めている皆さん悔い改めは救いに向かっていることの証ですぜひイエス様があなたの罪をあうために十字架で血を流されたことを 見つめてくださいそしてイエス様が復活されたということを見つめてくださいそれを本気で受け入れた時救いへ向かって必ず精霊が皆さんを悔い改めへと導いてくださいますその時は素直に導きに従ってくださいもしなかなか悔い改めへの導きが受けられていない そのように感じる方はイエス様の十字架と復活の意味を本当に受け入れることができるようにと祈ってみてくださいまたクリスチャンの皆さん皆さんは未信者の方たちよりも精霊の導きを感じやすいはずです悔い改めは救われていることの証です精霊は聖書の御言葉 また、礼拝のメッセージ、そしてそれこそ懲らしめまでですねさまざまな形でさまざまな方法で罪を知らせて悔い改めへと導いてくださいますいち早く導きに気づいて悔い改めましょうそれがあなたの信仰生活の健全さを保ってさらにはあなたに成長を与えてくださるはずです 皆さんの人生がより豊かな人生となりますようにお祈りいたします愛する天の父なる神様主の皆を心から賛美いたします今日は悔い改めについて分かち合いました主よ私たちに悔い改めの機会を与えてくださっていることを本当に感謝します 私たちがしっかりと罪を知ってそしてその罪を認めて主の見舞いで告白してそうすることが私たちを救いへと導きさらにはそうすることが私たちの成長へと導いてくださることそれを今日覚えましたありがとうございますどうぞ私たちが健全な人生を歩むために 罪を必ず悔い改めるものとさせてください心から感謝して愛するイエス様の皆によってお祈りいたしますアーン